アクシバは、ツツジカスの貴族の落葉低木。樹高は50から100センチメートルになる。若い枝には、鈍い量があり、緑色で無毛。葉は紙質で、長さ1ミリメートルになる傭兵を持って合成する。洋芯は、楕円形、または、卵状楕円型で、長さ1.5から6センチメートル、幅0.7から2.5センチメートルになり、先端は尖り、基部は円形。 生倉型、または、アサシン型になる。葉の表面は、能力色で、脈状に短毛が生え、裏面はやや粉白色を帯び、無毛。葉の縁に先が鮮毛になる、細挙子がある。花季は7から8月。溶液から長い花柄を伸ばし、1個の花を下向きにつける。花柄は、長さ10から15ミリメートルになり、細く無毛。 花柄の基部には1から2枚の小法用があるが、早く落ちる。学頭は長さ1.5ミ、mm、リメートルの小径で、先端は開いて4列し、列辺は三角形となり、先は尖る。果敢は淡べに紫色で、つぼみ状態で、長さ1センチメートルの筆心型になり、開花時に果敢列辺が基部近くまで深く4列し、先が外側にくるくると巻き込む。 有水は八本ある。果実は、計5ミリメートルの球状の液化で赤色に熟す。果実は食用になる。日本では、北海道、本州の東北地方、中部地方北東部及び関東地方北部に分布し、産地帯の林園に生育する。アジアでは、カラフトにも分布する。東日本には、無毛のアシバが、西日本には、 毛が生える編集の毛悪芝が分布する。ありがとうございます。